柏レイソルの山田優斗です。森海人です。たくさんの質問ありがとうございます。今から質問に答えていきます。いくぞ。おまた同じチームでプレーしてお互い成長したと思うところはどんなところですか。アスカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。カイトはよりストライカー気質というかユースの頃よりも増したかなと思います。体がでかいっていう性格じゃないな高3の頃と比べたらめちゃくちゃごついですね。マジで変わんないですね、いい意味でってことで。それいい意味なの、うん、喧嘩とかしたことない？ないっす。ないっす。裏表がないかな。だね。だ, だねも違う。だねって自分で言うの。多分そうっす、うん、まあ、お互いにって感じです。リスペクト感じです。リスペクト。お二人ともアルカスカップに出場し世界の強豪クラブと戦いましたが、ユース年代で世界の強豪クラブと戦うときモチベーション等はどう上げていましたか。ジェイさん、海外で試合するっていう時点でモチベーションめちゃくちゃ高かったよね。にしてもアルカスカップはもう、うん、誰もが知ってるクラブっていうか本当に強豪校ばっかで、まあでも自然と上がっちゃうよね。モチベーションどう上げてましたか。まああと普段の試合とかで言ったらバスの移動とかで音楽とか聴いたりはしますね。選手の動画見る派？見る。誰？モドリッチ。うー。いや見ないな。見るよ。誰？最近ハーランド。ええぽいわ。ずっとモドリッチ見てる。いや、イニエスタ見たり、中学とかずっとイニエスタ見た。モドリッチになっちゃった。いや、なっちゃったとかじゃない、最近多いなって。そのイニエスタが今ヴィッセルにいるわけじゃないですか。いや、衝撃ですね。考えられないね。ね、やばいよ。小野伸二さんでも俺震えたけどね、結構。そうか、合ってんのか。えぐくね。えぐいよ。でも、確かにテレビでずっと見てた選手がいるってことだから。お互いのテクニック、お互いのテクニックやプレーで惚れちゃうなー的なものがあれば教えてください。アキさん。まず身長、あ、まあ関係ないですから、テクニックで、そのごつさ、あ、そっか、カイトのなんか惚れちゃうところ言ってるわ。いいじゃん。なんかやだ。俺もいっぱい出てくるよ。まあ、何よりシュートっすね。感覚的に言ったら、俺の感覚で言ったら打てば入るなっていうところはすごい惚れます。言い過ぎだね。ちょっと ね思っちゃったかも、ね、山田といえばこの笑顔ですね。世界中誰も全ての人を笑顔にしますね。彼の周りには笑顔が集まります。テクニックとプレー、そっちもあってガチじゃん。いやサッカーだったら、まあ、俊敏性っていうかすごいハイブリッドっていう、なんていうの、すごい体が軽いし、まあ、すごい無理効くっていうか走れるし惚れてますね。いいんじゃない。いただきます。お二人が一日中身だけ入れ替わったらどんなサッカーをしたいですか。あずささん、一日中身だけ、これが山の体になるってこと。そう。え、おもろいね。おもろいわ。最高じゃん。めっ
っちゃシュート打とうめっちゃ走れるで。そうね、俺がカイトになったらってことだもん。もうスピードもあるしな、もうめちゃくちゃその一人でグイグイ行きたいですね。俺はやっぱ山マジで走れるんで、ひたすらプレッシャーかけてもう前からガッツガッツ行きたいですね。でも何パスよこせとかめっちゃ言うんじゃない？もう言っちゃうかもしんないです一回でなれるもうそ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 うですね、どっからでもシュート打ってボールくんのずっと待ったり、すごい俺様プレーっていうか、そういうことやっちゃいそうっす。パス、パス出せって。いや俺が、うん、出さない。なんでなんでそうそうそう。あ、出すんだ、ね、出すね、出しちゃうだろうね。だって今まで一番アシストしてもらってるんでしょ、うん、ね、お返ししてほしいよね。お返しはしてほしいですね。だよね、簡単に決めれるワンダッチで決めれるボールをたくさん欲しいです。日立大がモデルとなった漫画やロケ地となった映画などがありますが、幼少の頃ハマったサッカー漫画などありますか、ジョージさん。あ、いいお題。ちっちゃい頃めっちゃあるわ。じゃんじゃん行こう。まずアニメでキャプテン翼見てて、ああ全部全部多分見た、あんま覚えてないけど。なんかで、あとはエリアの騎士とか見てたし、小学校の頃のコーチに借りた漫画でシュート、あー知ってる？知ってる、名前だけ。あ、うん、ダブルヒールとか知らない？ダブルヒール、うん、知らない。知らない。え、技？技、体触って右利きの子を左利きに刺すとか知らない？全然知らない。で、あとは見てるね、結構ファンタジスタ、あ読んだ。でも他にジャイキリも読んでる。すごい、ビーブルーズ、アオアシちょっと読んでた。デイズはみんなめっちゃやってなかった。結構読んでます。あ、出てきた。結構読んでる。七億個見てる。うん、俺ゼロ。マジで。いや本当にちっちゃい頃漫画とかアニメマジで見てこなかった人なんで。最近だよね。そう、最近アニメ山とかになんで見てないのってぐらいで言われるんで、一回ちょっと見てみたらドハマりするって。しかもワンピースとか進撃っていう定番だよね。ワンピース一瞬だったよね。見る速度めっちゃ速かったもんね。ドハマリ。もうガッガッツガッツ。アニメ1000話ぐらいあるじゃないですか。うん、あれを本当に1ヶ月ぐらい、1ヶ月とかで見て、どこにそんな時間あんだろう。もう中毒。合わないじゃん。1ヶ月。合わない、合わない。もうずーっとよ。見る速度ナンバーワンだよ。来たわ。ナンバーワンだ。ここで出た。で、一番ハマったのは、ファンタジスタかな。知らない？知らないね。星が見えるって。確かそんなあったんですよね。分かってくれる人多分絶対いるっす。初めてトップチームの練習に参加した時の感想や思い出を教えてください。トグロアットマークレーソルサパさん。うわ、初めて、いつだろう。高一だな。高一？練習試合。右サイドバックやってボッコボコチンチンされて。いや、ヤマの右サイドバックマジでありだよ。めっちゃ泣いた。あり。監督は誰だ？シモさんですかね。試合に出たメンバーで言ったら、ジローさん、ハジさん、大津ゆうき。優しかったです。優しかったと思います。ユスケ君ちょっと怖かった。初めてだったね。韓国かやっぱ。まだしっかり行ったのは本当に韓国で。
キャンプ来たね。韓国キャンプ、はい、初めてしっかり練習態度みたいな感じでした。超きつかったね。きつかったね。俺げっそりして帰ってきたもん。そんなマジで超痩せた。めちゃくちゃ知ってる。超坂道とかダッシュとかあってこういうもんなんだと思ったよ、プロ、うん、プロめっちゃ走るじゃん。めちゃくちゃ走るじゃん。で、すぐ帰りたかったね、うん、1日目でも嫌だったよ。2週間ぐらいやってね。あと何日って数えてってね。あと何日。部屋も別々だからさ。練習試合はちょくちょく行ってたんですけど、練習に参加したの初めての時はもう思い出であるのは、谷さんがめちゃくちゃ優しかったっていうの。それですごいなんですかね、やりやすかったというか、自分のプレーができたなっていうのあったんで、めちゃくちゃ覚えてますね。ユースからチームメイトのお二人ですが、二人で遊びに行ったりお互いの家に行ったりすることってありますか？また二人で遊びに行くとしたらどこに行きたいですか？ジョニーさん。結構遊ぶよね。どう？遊ぶ方じゃない？遊ぶね。家ではそんな。家は行かないか、そんなない。まあなんだろう。まあご飯行ったりとか。うん、どこ行きたい？そう。行きたい場所ある？めっちゃあるよ。俺と二人で。うん、マジか。どこどこ？夏？じゃあどうする？もういつでもいい。じゃあまあ夏だとして。え、そんなんの？うん、その季節ごとやんの？海っしょ。海だね、うん。海ありだね。沖縄行こう。いいね。二人で。行く？沖縄行く？沖縄行きたいね。沖縄行きたい。うん、沖縄の海 入りたいわ。絶対楽しいよね。海ありゃいいね、もう。うん。高校の頃海行ったよね。行ったっけ？え、行ったじゃん。行ったわ。え、何人で行ったの？結構僕らが6人ぐらい行って、本宿、本宿行ったわ。みんなでなんか大はしゃぎ。楽しいわ。楽しかったな、うん、韓国とか2人で食べ歩きしちゃう。あり。楽しそうだよね、うん、美味しいもん、なんかたくさんありそうだね。韓国料理食べたくない？食べたい。ビビンバとかね。ビビンバ、チヂミ、チヂミね。くあ、俺あったわ。あったわ。富士急のお化け屋敷。それはあの、ガチやだ。いや、俺もやだよ、うん、あれは罰ゲームや。うん、けどなんか、行ってみたいじゃん。いいよ、一回行ってきて。いや、待ってるわ。なんで椅子に行きたいっていう話じゃん。あれだって本当にやばいらしいね、噂では。噂では、ね、本当に出るみたいな。本当に出るみたいな、ね、だからちょっと面白そうじゃん。カイトもユウトも力強い素敵なお名前ですが、ご自分の名前の由来は何ですか？またもしお子さんがいつかできた時につけたい名前はありますか？ MJ アットマークハッシャーレーソルさん。由来は海みたいに大きくなって海を渡れっていう。おお、素敵ですね。素敵だね。かっこいいね。結構気に入ってます。ありがとうございます。俺は武士みたいに強い男の子に育ってほしいっていう意味で、優斗の斗が武士の士で、優はないんだ。まあ男っていう意味じゃん。優斗の斗でさ、あんまいないもんね。そのでも、まさとがいた。ああ。まさかの。確かに。そこでかぶってきたから。確かに。まさと。これ大体でもね、ゆうじって言われる。そうだよね。ゆうしとか。そうだ。うん。つけたい名前とか、うん、うわ、なんだろう。じゃあ、まず男でいこう。男の子より。結構難しいね、これ。うん。考えたことないもん。マジ？あんの？考えるね、結構。かっこいい名前にしたいよね。だからまあできればしっかり意味あった、うん、かっこいいなって思うのは誠。どの
あのゴンベンのさ長谷部誠、あの人かっこいいね。あれかっこいいよね。めちゃくちゃなんかいい子に育ちそうじゃない。ジェントルマンって感じ。うん、長谷部さんの印象が強いかわかんないけど間違いない。それだ。自分の字入れたいとかある？あ、そういうのないかも。ない、うん、ある？ないけど、ちょっとありかもしれない。確かにね、言われたらちょっとありだよね。けど大体そういうのってさ、上からもうない。もっと上、うん、いきなり始めるの。行くっしょ。例えばなんとか島とかじゃないですか。そっち？そっち。海とったら結構難しいね、かわいい。それか、みっていうの。海を？海を。みなんとか。み、なんかなんとかみみたいな。とか。ないわ。ないね。女の子。女の子で言ったらな。やっぱなんか、かわいい名前つけたいな。あ、でもなんかやっぱ、季節とか。季語。季語とかなんかそういうのをちょっと入れたいとは思うっすね。男の子でも女の子でも。季節とか生まれた時の、ああそういうこととか、なんか意味合い込めて言うとかな。え？もうびっくりしちゃった。言うとかな、やっぱ。あ、そんなに？うん。じわじわ。とは帰るわ。ああ帰るんだ。レイソルアカデミーあるあるを教えてください。アカデミーあるある。アカデミーあるある、なんだろう。え、めっちゃありそうだけどね。うん。たくさんあるでしょ。出てきてる。俺あるよ。ガチ。え、まずパスレーンめちゃ長い。ああ確かに。ポゼッションめちゃくちゃやる。パスポゼッションめちゃくちゃやる、うん、まず来たらグラウンド入ったらさ、なんか2人組でパス蹴るっていうのが、あ確かに、なんかどの台もやってない、うん、練習始まる前のアップみたいな感じで、なんかリフティングとかするとかなくて2人組作ってただただパスを蹴る。練習前に。あとピアノの白身魚出てきがち。夜のね、出てたね、夕食、うん、よく出てくるよね、あれあるわ。多分どの学年にも多分絶対一人いる、うん、夏とかさ、アクエリ作るじゃん自分たち、うん、あの味にめちゃくちゃうるさい人いがち。絶対一人はいる。もう一個入れようぜのやつ。みんなでさ、作るじゃん。あるわ、確かに。後輩とか作ってさ、うん、なんか先輩ちょっと味見とかするじゃん。薄みで。いや、袋入れたんだけどな。